はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はね、こちらのオッティです。天一が磨いております。これはね、先日ピースの YouTube のチャンネル登録者数が1万人を突破した時に、イベント企画みたいな感じで、もう全部込み込みで10万円ですなんていうか、抽選で、ご応募いただいたお客様の中から販売させていただきますなんて言ったね、オッティです。こちらいいね。まあ、ケンシ磨いてるからね、あんまりそばでやってると音うるさくなっちゃうんでね、ちょっと離れて撮ります。サットレスタイヤの方も、新品付けさせていただいてね、後ろに積み込みになってるかな。今日はね、私が自分でタイヤの向き替えやってました。今日はね、なかなかね、明日の引き渡しの段取りがね、結構あったもんで、ケンイチがね、やっぱりね、一人で基本磨きはケンイチがやってるんで、今日はずっとケンイチ磨きっぱなしだね。だからタイヤの向き替えに関してはね、チガちゃんの方も点検とか車検とか言ってたから、まあ私の方がね、とりあえずタイヤの向き替えとかって感じでやってたかな。やっぱりね、お客さんに、できる限り、いい状態で引き渡しの方をしたいんでね。うちのケンちゃんが残業中でございます。今日うちはね、6時までなんですけど、ちょっとね、明日の納車の段取りがいろいろあったもんでね、今こちらのアテンザ、先日ねご制約いただいたお車なんですけども、今日ナンバー登録、車検のを通しながらもうナンバー登録を完了いたしまして、で今外装の磨きの方やってもらってます。やっぱりね、いい仕事して渡したいんで、あ、交番の中でね、音が響くからいいよ、おいよ、気にしなくて、あ、大丈夫だよ、ね、しっかりとやってからお渡しいたしますね。まあ一回外に出ます。ケンイチが今日はね、最後まで仕上げたからいいかって言ってたんでね。磨くところまでだね。コーティングは明日、今日はもう磨くところまで磨いて、コート剤の塗り込みは明日かな。そうだね、磨きだけやってって言ってたかな。あと、このオッティも磨きが終わったんでね、こちらです。ね、ありがたいね。ケンイチもでもね、本当にお客さん選んでいただけることはね、ありがたいです。ケンイチもさ、やっぱりああやって一生懸命やってくれます。これもう暗くてちょっと分かんないんだけどね、ミニクーパー左側の窓が落っこっちゃったんだって。でレギュレーターが多分中の破損か、モーターは動いてるみたいなんですけども、窓が開からないってことで、今日ね、もう今日はもうちょっと、確認の方も点検の方もできないんで、まずなんだ、窓だけね止めときました。明日、点検の方をやる予定ですね。今事務所の方に戻ってきました。いやー、しかし一日があっという間ですね。本当にバタ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 ってあっという間です。連休入るからね、連休前にやっぱりね、お客様になるべく早めに、ご契約いただいている車か、
なるべく早めにねお渡ししたいんで、なんだろう、なんだろうな、やっぱりね、私もそうですけどね、健一もね、やっぱりそのね、仕事やってる上でね、努力でカバーできる部分はね、もう本当にもうできるだけの努力をしますね。なんだろう、やっぱりさ、仕事をねやっていく上でさ、もう努力するのは基本だからね。やっぱり自分ができるところまでやってね、手抜くような仕事はしたくないしさ、できる限りのことやって、まあ、それがだから基本ベースだよね。手を持ってやってるね、俺も健一も。今こうやってね、ピースって200台オーバーの車並べてるんですけども、本当健一がうちに来てもう10年経たなく、もうちょっとで10年ぐらいになるか。最初健一に、私が、私は最初ね、もともと一人でやってたんですけど、健一呼んだ時、何だったろうな、10代20代ぐらいかな、いいところ、最初一人でやった時はね、3台とか5台くらいの車しかなくて、健一呼んだ時はもう10代20代くらいは常時在庫持ったかな。で健一呼んでね、本当に日々ピースを進化させるためにね、成長させるために、本当にね、毎日毎日、毎週、毎月、毎年か、もう本当に必ずね、何かしら会社を成長させる気でやってますね。この動画もそうだよね、 YouTube 撮り始まって1年ぐらいになってるけど、もう1年ちょい経つね。これだって結局さ、今のね、この今の時代に合わせて動画発信っていうのを、中古車屋としてさ、こんな車屋あるよっていうのをさ、発信した方がいいよなってことでさね、最初 YouTube ね、見てることしかしてなかったけど、私もでもね、せっかくこうやってさ、 YouTube っていう素晴らしいね、お金のかからない、ほんとこれすごいよね、お金かかんないでさ、アピールができるんだもんね、車屋っていうのを、こういう商売やってんだっていうのをさ、アピールができるんだ。テレビ CM とかね、入れようと思ったり、折り込みチラシか入れたりさ、グーとかカーセンサーのね、ネット広告出すのってね、やっぱり毎月いくらいくらってね、固定費かかるけど、本当にね、普通はさ、宣伝するってさ、お金払って宣伝するんだよね。でもこの YouTube っていうのはさ、お金払わないで宣伝ができちまうんだよね。いやだからそれがすごいよ、これね。まあね、なんつったらいいんだろう、だからさ、まあ仕事やってて、健一も本当にね、すげえ成長してるね、思うもん、めちゃくちゃ成長するよね、いつも本当にありがてえよ、健一な、こんな時間までね、一緒に付き合ってやってくれてんだからアテンザの磨きなんかね、もう明日に回そうって言ったんだけどね、ケンイチがね、やっぱりこう、やっぱりね、ケンイチの中で手を抜く仕事をやりたくないんですね。で、いや明日やるともう時間がどう考えたって追いつかないっつってだから今日やるってね。いやー本当にね、選んでいただけるお客様も本当にありがたいね。こうやってさ、一緒にやってくれてる仲間もさ、本当に俺はありがてえよ、本当にね。だからね、こうやってピースっていう会社はさ、俺は何としてもね、やっぱりさ、悪い方向には向けたくないよね。だから悪い方向に向けちゃいけないんだよ俺はね。だから必ず、お客さんにも喜んでもらえるし、いや、もらえるようにで、俺に関わってくれてるね、ケンイチにもやっぱりね、必ず俺と一緒にやっててよかったなって思ってもらえるようにしなきゃダメなんだ俺はねいやとりあえず、明日は土曜日で、ケンイチも磨きの方が多分あともうちょいちょいと終わるのかな、どうだろうな、どこまでかかるか。ね、明日もまたね、お客様との、ご予約
お約束がね、ありがたいことにちょっとねあったもので、明日も元気よく営業しておりますね。何かありましたら低価格車専門店ピース、どうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。